い、皆さんこんにちは、ワンダリングルイージです。では今回はパワープロ2018の栄冠9続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、最後練習試合、なんとか同点引き分けに持ち込んだというところまでプレーをしたので、今回はその続きになります。まずはどうしようかな、いきなりではあるけど練習試合まで持ってく、そもそもっていうところで言うと、アイテムも何も持ってないしね、どうにもならないので、ここはそうですね、やっぱりいきなり練習試合まで飛んじゃいましょう。基本はミートをまずは徹底的に上げて、足も鍛えていくっていうね、ミート、足、走力の順番で上げていきましょう。グランドレーベルが2に上がりましたね。じゃあここはコースの投げ込みをしておいて、プラスイベントを起こしていきましょう。信頼度か、本当に信頼できる人間を登用していかないといけないんですけどね。そしたらここは指立て伏せを選択して試験に臨みましょう。これ試験で失敗するやついるんだよね。練習効率が角田が下がったって言ってますけど、篠田も下がってるしね。じゃあ続いてまたまたというとこなんですが、ストレッチを行って、おっと、西田が元気になってるね。そうか、合宿はでもやる以外の選択肢はないからな、基本はね。ちょっと月曜日で疲れを取りたいな、一旦ね。ここは将来のエース候補山谷、もしくは山谷にするのか、篠田、室、普通に考えたら将来のエース候補に特訓させたいよな。伸びプラス1、おお、伸びプラス1ゲットしたか、ありがたいね。で続いてちょうど守備連携が入ってきたので、ここで体力を回復していきましょう。基本的には数人とはいえ8人体力回復してますね。ここもダッシュをしておいて青マスに止まります。グランドレベルが下がったか、とりあえずね OB を排出していかないことにはどうにもならないからな。できればね、公式戦の前に一回どっかで体力回復を入れたかったんですが、しょうがないね。基本的な練習はまだまだミートを上げていきましょう。ミートがある程度ついてきた選手、C、D ぐらいまで来たら、走力の方に振っていくっていうのもいいかなと思いますが、公式戦の前は励まして元気になってもらおう。
誰を張り切りボーイに設定するか、まあここは篠田かな。勝ちたいからね、そうは言っても下級生に活躍してもらいたいけど、そもそもは勝ちたいので、まあ藤野はダイソー要員として使えるよね。二見は代打の切り札、諸星も代打として使えますね。他はちょっと厳しいかなっていう感じだね。まあ先発の宮内次第かなという感じはするので、宮内に頑張って投げてもらいましょう。まずは初戦を絶対突破したいんで、千葉南高校とエアアジアか。僕はね、ちなみに千葉東でしたね、高校は。さあ、まず篠田。ノーアウトランナー二塁か。ここは、ちょっとタイムをして、戦力分析をしよう。どうしようかな。まずはやっぱりベタに流し打ちなんだよな。ミート多用で、いや強振多用の流し打ち、まずはこれでいきましょう。追い込まれるまでは基本この戦略でいきたいよな。いった、これは入ったぞ。よし、采配ピタリと当たりましたね。さらに4回裏の攻撃、まあ、打ち勝つ野球ですね。打ち勝つ野球。まずは強振対応の積極打法で、例によって流し打ちです。いいね。さあ、ワンアウトランナー二塁一塁、まあ、ここはね、送りバントの選択肢はないかなと思うので、同じく強振対応積極の流し打ち、まあ、このワンパターンになってはしまうんですけど、ね、基本は入るか入るか。フェンス直撃か。もうちょっとスタートね、早く動いてくれてればっていうのが残念だな。宮下か。ここは黄色い声援、そしてスクイズ。うわー、やりやがった。バント練習してなかったからしょうがないけどね。お祭り男はもう打ってあるので、ここは強振積極の流し打ちでいきます。一塁は、追加点は取れなかったか。追加点欲しかったですけどね、2点だと炎上すると一気に変わっちゃうんでね。さあ、そしたら強振対応からミート対応に変えていきます。ミートでも全力ストレートの前に空振り三振ですね。ワンアウトランナー三塁一塁、ここはちょっと怖いよな。絶対に守りたいので、外角中心。よし、臭いところで空振り三振。4番の長松くん、まあ、ここはツーアウトなんで、接球中心定位置で、どうしようかな。まあやっぱり低め中心だよね。長打が怖いんで。そしたら臭いところに変えて三振を狙っていきたいけど、大丈夫か。ちょっとヒヤッとしたけどね、当たりは強烈だったんで。さあ、篠田だ。巨人積極の流し打ちなんだよね、やっぱり。
まあ、空振り三振されるのが一番困るのでミート対応に変えます。で転がしましょう。確実にバットに当ててもらいたい。今のボール危なかったな。よし、切れていきます。よし転がしたよ。予定通り転がしたよ。ちょっと足がまだ鍛え終わってないんでね、こんな感じにはなっちゃいますね。根岸くんか。お祭り男を使っておいて、強振積極、流し打ち。いいぞ。これは、ただ、当たりが良すぎたのと、レフトの正面でしたね。ちょっと当たり的には良かっただけにもったいなかったな。これも、センター、定位置ですね。残念。で宮内、これは抜けてくセンター前ヒットですね。もう1点欲しいんでここは長打狙いでいこう。どうだ、二遊間をちょっと抜けなかったな。ちょっと待ってね。ノーアウトランナー二塁か。まあしょうがないな。低め中心で。まずは、この笠原くん。9番の笠原くんを確実に仕留めましょう。よし。で、大里くんか。ワンアウトランナー二塁。まあここは緩急重視でいきましょう。定位置。速球中心で緩急重視。いいね今のナックルカーブは。ここに来て調子出てきましたね。速球中心、低め中心でいきます。これはボテボテの当たりだけど大丈夫だね。さあ1点取ろう。もう1点取りましょう。もう1点取れば安心感出てくるんで。まあ変な話、まぐれあたりの1ホームランだけなんでね、今。今日の点が。まあ、ここは送りバントです。これで得点圏にランナーが進んだんで、ツーアウトですが、強振積極。で、流し打ち。これはセカンド正面のあたり。もうちょっとね打球が上がってくれれば、あるいはっていうところだったと思うんですけどね。まずは先頭打者矢部君を確実に仕留めましょう。先頭打者出すとろくなことがないんだけど、これはシングルに抑えよう。シングルに、シングルヒットですね。さあ4番の長松くんなんですが、どうする？投手交代するか。ここは変えよう、思い切って。この投手交代がどう出るかだな。ゲッツー中心、ゲッツーシフトで変化球中心、緩急重視でゲッツーを狙いに行こう。ちょっと待ってね、フォアボールはまずいぞ。打たせてトレーに変えざるを得ないな。これはポテンヒットだな。三塁まで進まれるな。どうだ、ノーアウトランナー三塁一塁か。ちょっと待ってくれ、本当に嫌な感じだな。よし、これはスクイズ失敗ですね。なあ、どうだ。よし、正面。いや、いいよいいよ、これはいいよ。1点はいい、1点はいいです。1点は気にしないでいきましょう。
そしたらここで投手を変えよう。緩急丸がついたんで、ここはじゃあ緩急重視にしますか。せっかくなんでね。ただフォアボールはやめてねっていうのはあるんで。うわデッドボールか、デッドボールか。ここはでもしょうがないからな。臭いところに変えよう。で空振り三振を狙いたい。よし、これはセカンドが抑える。まずは初戦ちょっとね、ホームランの2点だけっていうのは今後の展開に不安があるんですが、まずは初戦突破できたのでよしとしましょう。宮内くんもねよく投げてくれましたね。まずそしたら素振りをして黄色に止まりましょう。じゃあ早速ねアイテムはどんどん使っていきましょうね。練習レベルを上げていきたいので。さあ今日の張り切りボーイ誰にするか、ミートの高い柴崎にするか、パワーの高い藤村にするか、微妙なとこだな。ちょっと根岸くんはねまだちょっと張り切りボーイには指定できないので、ここは目の鋭い柴崎にしよう。そうか、柴崎は何も考えないで選んじゃいましたけど、1番バッターなんで、自走作というかね、こちらから指示ができる、監督タイスキー監督から指示ができるタイミングが増えるのはいいかもしれないな。お、桜工業か。僕の奥さんはね桜出身なんですよね。さあ柴崎、まずは無難に強振対応積極の流し打ちでいきましょう。何もなければね基本これでいきます。よし、ボテボテの当たりですけど抜けましたね。1点でも取れればなーっていう場面だったと思うんですが、これは一塁の頭を越えない。1点先制されてますね。でなおかつピンチ、ワンアウトランナー二塁の場面ですね。ここはちょっとまださすがに早いかなと思うので、ファイトを使うには宮内に任せましょう。で村上くんね9番、ここは緩急重視でいきましょう。変化球中心定位置の緩急重視。まずはナックルカーブ、宮内のナックルカーブ結構ね落差というか変化量が多いんで、とはいえ打たれたか。これ返ってこないよね。よし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 、2点目入るとちょっときついかなって感じはするんで、初めから使っとけって話だな。ファイトに関しては外国中心でいきます。よしゲッツーだ。ツーアウトですね。監督がこのアウトカウントを間違えるなんてもってのほかだな。ちょっと気を引き締めましょう。
カウントはワンボール2ストライクからシンカー危なかったな今のは際どいところを投げてくるけどセンター前ヒットがちょっとなかなか入っていかないな。魔物を使ったよ、魔物を使ったけどこれは微妙だよ。よし、魔物だわ。魔物が2連続で出てくれるとこうなるよね。エラー絡みで2点。この辺りはでも本当にあれですね、パワープロ2016とほとんど変わらないですね。よし、ポロった。いやこれは本当に何があるかわからないぞ。うわ、最後は空振り三振。さあ、せっかく魔物によって同点に追いついてるんでここはしっかり抑えていきましょう。このナックルカーブが2球続けて外れると結構つろいけど、まあお互い魔物を出し合ったって感じかな。さあ1番の小杉くんか。打率は3割、ホームラン6本、打点17。危ないバッターが出てきたなここに来て、まあ、ここは速球中心の定位置で緩急重視でいきましょう。ナックルカーブで仕留めよう。今のフォークなんか危ないボールだけどね。ここはピッチャーを変えよう。もうへばっちゃったらしょうがないんで。ここは絶対に抑えたいので頼むぞ。よし、いやー、荒くんナイスプレーですね。今のはこのピンチの後にチャンスありじゃないけど、その荒くんだからね、お祭り男を使っておいて、ここはいつもの強振積極流し打ちでいきましょう。とりあえず得点圏まで進めたいんだけど、ゲッツーかな。これはゲッツーだな。ノーアウトランナー一塁、ピンチです。ここは山谷君に引き続きこの回までは投げてもらいたいな。延長戦のことを考えるとね、ちょっとここで3番手のピッチャーを投入するわけにはいかないので。よし、これはゲッツー。よし、おっと、ポロったか。まあ、守備は鍛えてないんでね、監督としてもうだうだ言えないっていうのがね、まあ、外野がトンネルしなければよしとしましょう。ここは伝令を送って、しっかり抑え込んでもらおう。よし、最後は全力ストレート、空振り三振。ボールが先行してるぞ。しょうがない、ここは打たせてトレに変えましょう。帰ってくる、帰ってくるか、帰ってくるね。で松浦君ね、ここはねちょっと本人精神的にかなりきついと思うんですが、なんとかこの回は投げ切ってもらおう。でしっかりしっかり逆転の足がかりを掴んでいこう。さあ柴崎だな。柴崎ちょっとあれだな、打率がいまいちだな。よし、これはいいぞ。三塁まで進める、進めないか。進んでほしかったけど、まあ、進んでたらどうなんだって話もあるからな。ここは代打を送ります。代打の切り札二見、ちょっと調子悪いけど。
まあ、ファイトを使っておきます。まあ、ちょうどね、良くも悪くも調子が悪かったんで、これはゲッツーはないでしょう。よし、2アウトランナー3塁2塁で室、4番の室、4番の室はでもちょっと全然当たりがないな。ここは4番らしい、3番かポロってくんないかな、ポロってくれポロってくれポロってくれ、そうはいかないよね。さあ最後の攻撃です、9回裏。あ、そうか、室くんは3番だったんですね。よし、うーん、当たりは良かったんですが、サードの正面か。で、篠田、もうここはね、全部使っていくしかないんで、なんとかホームランを、ホームランが欲しい。ボテボテだ、追い込まれたな。流し打ちのバッティングを見せてくれ。よし、これは抜けていくね。アラ君どうする、変える。アラもでもパワー D あるしな。諸星を出してもいいけど、ここはアラ君にかけよう。アラ君の逆転ホームランにかけよう。引っ張り、ツーシーム140キロ出るんだな。ツーシーム139キロ、追い込まれたらちょっとね、さすがに強振は怖いんで。うわ、最後はシンカー、見逃し三振。ちょっとやっぱり打撃がいまいちですね、まだエアアジア高校は。いやー、ちょっと残念ですが、1年目の夏はここでエアアジア高校は終わりですね。まあ、新チームに入れ替えて2年生1年生鍛え上げていきましょう。さあ、次期キャプテンだな。まあ、ここは柴関だな。まあ、育成方針は基本的には攻撃重視、打って打って打ち勝つですね。まあ、機動力重視になりますね。これはミート、つまり打って走る、攻撃力重視の方針で勝ち抜いていきましょう。練習試合はね、もちろん受けましょう。ただでさえ公式戦敗退しちゃいましたからね。この練習試合は勝ちたいからな。しかも勝って上に特訓があるんで、特訓を是が非でも入れたいですからね。まあ、ここは柴崎にしよう。まあ、調子はみんないいね。あとは山谷なのか山谷なのか、いずれにしても1年生ピッチャーをしっかり鍛えていって、
こう2年生エースとしてね、春の甲子園地方大会を勝ち抜いてもらいたいな。さあまず柴崎ですね、まあ、ここはいつもの強振積極流し打ちでいきます。ここはもうちょっとこの先のことを考えるとあれですかね、弾道も上げていった方がいいかもしれないな。これは落ちる？落ちないね。ここは抜けていくか。ただ三塁からランナーを返さないことが重要なんでね、津田君をこれゲッツーで仕留めよう。ゲッツーはちょっと無理かな。しょうがないね、当たりが弱すぎたんでちょっと一塁に投げてる余裕はないかなというところだったので、まあ、1点はしょうがないとしましょう。ただ4対1だからな、これ逆転するってなるとそれなりにさらにもう1点か。よし、最後は空振り三振。まあ、今後のチームのためにね、勝ちたいっていうのと、あとはなんといってもね、上に行くと、つまり勝つと特訓が踏める可能性があるんで、なんとしてもここは勝ちたいんですが、4点ビハインド、4点ビハインドがどうしても重いんですよね、今の我々からすると。最後は全力ストレートの前に空振り三振。山田にはもうここもね、頑張ってこらえてもらいたいんだけどな。デッドボールか。伝令送って励ましましょう。ちょっと監督の指示がいけてないのが申し訳ないなっていう感じですね、この結果は。そしたらちょっとね、山谷君ももう精神的にきついと思うんでピッチャーを変えましょう。よし、これはファーストが抑えます。そもそもここ土木君の能力を知らないな。カーブが4、スタミナ G、 コントロール F。 いやー、ワンポイントだな、使えるのが。よし、二見が抑えて、まあ、ただこのまま負けるのも悔しいんでね、まあ、1点でも2点でも返したいなというところなんですが、これはショートの矢部、矢部君結構動きいいよね、今の見てても。あっという間に追い込まれちゃうな。最後は全力ストレート。こ
このね、全力ストレートとか持ってこられると結構辛いよな。あ、盛り上げるじゃなかった。ここはただこのバッターまでは抑えてほしいけど、へばる、大丈夫だね。結局ピッチャーがね全然いないんで、1回でも多く投げてもらわなきゃいけないっていうのがあるんですよ。ただここはもうさすがにここまでへばったら変えてあげるしかないよな。大貫が炎上すると終わりだな。もうここは球数少なくいきたいので打たせて取るにせざるを得ないですね。ああ、フォアボールか。球数は投げられないと言っている中でこれだからな。まああとコントロール練習を一切させてないので、まあ、責任はないんですけどね、選手には。あ、そうか、この大貫もどんな選手か全然知らないで使ってる。大貫はちょっと見たいけど大貫が見れない。大貫は負け運持ってるんだな。それにスライダーにスプリット、球速は125キロ。まあ、お世辞にもどうだろう、信頼できる選手じゃないですね。さあ9番の石森くんですね。石森くんはちなみにちょっと一旦ね、選手の石森くんなら石森くんの能力をちょっとしっかり見ときましょうか。弾道が1、ミートが1、それが石森くんだな。だったらここは強振対応の積極打法で流し打ち、いつもと同じじゃないかっていう話なんですけど、最後はシュートの前に空振り三振で柴崎だな。キャプテンはここでちょっと意地を見せてもらわないとな。九十九里高校にいいようにやられちゃってますね。ちょっと打者陣がねいまいちなのか残念だな。最後はホームラン。ちょっと待ってくれ、これさ、大貫がへばると終わる中この状態ってちょっと危ないよな。打たせて取るにしてちょっとでもいいので球数を抑えていきましょう。でもうここは速球中心定位置で打たせて取れ、球数をねちょっと節約していきます。本当はね追い込んだら臭いところとかにしたいんですが、村井を完全に打ち崩さないともう見せ場がない感じになっちゃうからな。最後はパームボール。いや高校生でパームボールとか投げられると辛いわ。まあ、新チームで初めてのホームランは二見。これ校舎の2階席に2階席じゃないですね、校舎の2階のベランダに叩き込みましたね。さあ角田、ここも強振積極流し打ち、いいね。まあ、ただちょっとねファールゾーンに飛んじゃうのはしょうがないかなと思いますけど、よし、しかもトンネル、これでノーアウトランナーが3塁2塁、点差は5点差。
まだ諦めるには早いですよね。9回の裏ノーアウトなんで、まあ、当然そのスクイーズとかっていう場面ではないので、ここは流し打ちできます。村を打ち崩そう。よし、抜けたね。これは奇跡の大逆転。まだ5点差か。8点取られてたんだな。まだ5点差あるが、5点差あるが、諦めずに行こう。抜けないか。抜けたね。いやー、矢部くんがね、なんといってもショートに控えてるんで、矢部くんの横を抜けてってくれたのは良かったな。どうだ、入るんじゃないか。これはスリーランホームランですね。これで1点差。いや、本当に分かんなくなってきたぞ。で、大抜きは変えられないんで、ここは強振積極、引っ張りか流しか、お任せにしよう。大抜きのセンスにかける。なんとか塁に出てくれ。よし、これは二塁までいけるんじゃないか。二塁までいけないか。いけないね。いい方してるな。で、二見は一発もあるんで、ここはちょっと期待しちゃいますね。よし、抜ける。いや、これは本当に9回裏の奇跡あるぞ。この新チームに希望をもたらしてくれる何かが生まれるかもしれない。ちょっと興奮してきちゃいましたけど、どう、これは入るか。入るんじゃないか。うわー、惜しいなー。もう一伸び、もう一伸びでしたね。よし、これで同点。これで同点。スクイズは怖くてちょっとできないけど、抜ける。よし、これでさよならだ。9回裏の奇跡ですね。いや、九十九里商業相手に9回裏怒涛の反撃。まあ、やっぱ二見のスリーランが大きかったですね。感謝しかないな、二見君には。まあ、9回の裏に7点だからな。九十九里高校からしたらたまったもんじゃないですよね。ではね、時間がいい時間になりましたので、一旦ここで終わりにして、次回またこの続きをプレイしていきたいと思いますので、ちょっと新チームの方をまた鍛え上げていきたいなというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。